浜ゆっこです。ひでゆきです。今日はビザラインペイクレジットカードについてお話ししますの巻。はい、今日はビザラインペイクレジットカードの還元率のお話です。ビザラインペイクレジットカードは2022年4月30までが還元率 2% と言われていました。それで5月から還元率がどうなるのか気になっている人も多かったと思うんですけど、ついに LINE から発表がありました。その発表がこちら。還元率は 1% になります。よくある還元率の高いクレジットカードになってしまったかなって思います。低いってことはないんですけどね。それでも過去のビザラインペイクレジットカードを知っていたらちょっと物足りないですよね。ただその代わり年1回の利用がなかったら年会費が1375円かかっていたのが、これが廃止されて年会費永年無料になりました。まあ年会費永年無料にするから還元率 1% で許してねみたいな、そういうのがなんか伝わってきますよね。で、僕はね、還元率 1% になったら絶対に解約してやろうって思っていたんですよね。思っていたんですけど、年会費が永年無料になるっていうことでやめるかどうか悩ましくなってきました。なぜならビザラインペイクレジットカードはたまに三井住友カードのキャンペーンとかで使えるので持っておいてもいいかなって思っています。とりあえず僕は少し様子見をしたいと思います。半年くらい様子を見てキャンペーンで使えるなって思ったら解約せずに残しておこうかなって思います。まあでもビザラインペイクレジットカードは毎年毎年断捨離の候補として上がってくるかなって思います。ビザラインペイカードをメインで使っていた人も多いと思いますが、そういう人はこれからどうしますか？これがいいかなって思うのは、エポスゴールドからミクシー M にチャージして使うのがいいんじゃないかなって思います。選べるポイントアップショップをミクシーにして年間100万円決済すると還元率が 2.5% になるんですよね。これはビザラインペイクレジットカードの還元率 2% を超えるので、僕はねこっちの方がいいかなって思います。まあでも1回チャージするっていうめんどくさいことをしないといけないので、還元率が 1% になってもビザラインペイカードをそのまま使うっていうんでもいいかなって思います。まあ還元率は 1% あるので悪くはないと思います。皆さんは今後どのカードを使っていきますか？もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。結構断捨離される候補だったんですけどね、なんかこうしぶとく永年無料になって生き延びてきましたね。そうですね、5月からカードを解約しようと思っていた人いるかなと思うんですけど、年会費が永年無料になったことで迷う人結構いるんじゃないかなって思います。はい、というわけで今回はビザラインペイクレジットカードについてお話ししました。浜ゆっこと秀樹がお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー、まいまーい。バイバーイ。